今日はですね、こちらの豚バラ肉2キロあるんですけども、こちらを使ってですね、豚バラ弁当を大量に作ってですね、上野の方に行ってですね、まあ生活困窮されてしまっている方とか、まあコロナの影響もあってですが、ホームレスになってしまった方にですね、お弁当を配って回ろうという、そういう企画をやろうと思います。今回はね、牛ではなく豚ということでね、もうこれ美味しそうだな、この豚バラ肉、色もいいし、はい、ということで完成です。こちらを焼いていきます。こちらを焼いていきます。何ね、はい、オリーブオイルです。油を先にまぶしちゃうと、はい、均一にね、焼けるんですよ。はい、ということで、約30人前分ぐらい、そうだね、豚バラ弁当を作り合わせさせていただきました、うん、ということで早速これから上野に飛びましょう。テイせーの、ということで、はい、早速上野公園の方にやってまいりました、これからね、このいっぱい作った弁当をね、生活困窮された方とか、まあ、コロナの影響でいろいろあった方にちょっと配っていこうかな、うん、ホームレスの方とかにも配っていこうかなってことで、じゃあ行きましょう。お願いします。あ、これよかったら、すいません、焼肉弁当を作ったんで、どうぞ。あ、すいません、これよかったら焼肉弁当を作ったんで。ありがとうございます。はい、どうぞ。お弁当食べますか？はい、どうぞ。さっき本当作ったばっかなんで、作ったやつ、どうぞ。焼肉弁当どうぞ。はい、お弁当食べますか？どうぞ。焼肉弁当ね、作りたてなんで、どうぞ。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。はい、豚焼肉、はい、ありがとうございます。お弁当を配ってるんですけど、はい、いっぱい作ったんで、さっき焼肉弁当、よいっす、よいっす。お弁当食べますか？お弁当食べますか？お弁当、お弁当、お弁当作ってきたんで、はい、これじゃあ弁当作ったんで、どうぞ。あ、いいですか？あ、いいですよ、いいです。今みんなに配ってるんで、はい、あ、どうも、はい、どうぞ。この辺り一帯に、はい、よいっす。寒いマジ寒い、めっちゃ寒い。どうぞ、弁当です。あ、すみません、ありがとうございます。はい、弁当、焼肉弁当です。あ、ありがとうございます。豚焼肉弁当どうぞ。置いとく感じで。あ、弁当、これ豚焼肉弁当っす。よいっす、よいっす。すいません、豚焼肉弁当です。どうぞ食べてください。ナイス、どうぞ。豚の焼肉弁当です。どうぞ。豚の焼肉弁当っす。よかったらどうぞ。どうぞ、はい、よかったら豚の焼肉弁当っす。どうぞ食べてください。どうぞ、豚の焼肉弁当っす。よかったら食べてください。ありがとうございます。あ、よかった、これお弁当、はい、焼肉弁当作ったんで、よかったらどうぞ。はい、焼肉弁当作りました。はい、よかったら豚焼肉弁当です。どうぞ。おいっす。おいしい。豚焼肉弁当です。よかったら、あ、置いときますね。はい、置いといた方が楽だね。うん、焼きそばもある。どうぞ、豚焼肉弁当置いときますね。おいっす。おいっす。どうぞ。豚焼肉弁当です。焼肉弁当です。どうぞ。はい。おいっす。どうぞ、豚焼肉弁当です。どうぞ。よし。扉ですか。どうぞ、焼肉弁当です。すごい。スライドドアで。あれです。焼肉弁当を配りに来ました。どうぞ。焼肉弁当です。豚バラ焼肉弁当です。どうぞ。いただきます。食べてください。どうぞ、豚焼肉弁当です。はい。あ。よし。どうぞ。はい。どうぞ、豚焼肉弁当を配りに来ました。よかったらどうぞ。ありがとうございます。
寒いですね。どうぞ豚の焼肉弁当どうぞ。置いておきます。どうぞ弁当置いておこうか。この辺にじゃあパッとこう豚の焼肉弁当どうぞどうぞ。ありがとうございます。はい、ということで、配らさせていただきました、うん。上野から始まって新宿の都庁、そう、と裏の方とかまで回って、うん、結構いらっしゃったんで、結構たくさんいた、結構なんかいい感じで受け取ってもらえたので、うん、どうでした。いや疲れた。すっごい寒かった。寒かった。めちゃめちゃ寒い中さ、うん、あんなもんで大丈夫なんかね。今慣れてんじゃない。もう一人おじいさんが寒いねって言ったら結構寒いんじゃない。寒いな。寒いんだね。どうにかね、なんかねいい方法があればね、まあ、今回あの焼肉弁当結構あったかいうちに。そうだね、もうほんと焼きたてダッシュで配らせてもらって。どうでした、カメラマンさん。まあなんか社会貢献できてよかったの。社会貢献だからよかったな。こんなもんじゃ全然足らないけどね。根本解決にはなってないからね。そうだね。まあやれることさ、飯配るぐらいしかまでいない今はね。ということで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。たまには L も言わね、泡と刺激と苦味、シュウペクとともに、何よりも幸せな瞬間、二人だけの秘密の言葉、幸せは自分で作る。